カワイルカウエカは、クジラ目ハクジラ木のウエカの一つ。単にカワイルカといった場合、このカワイルカウエカに属する種を意味することが多いが、競技ではカワイルカカを指すこともある。4か4族からなる。うち3か3族は、淡水の河川に生息する。ラプラタカワイルカカのみは塩分を含む河口や海に生息するが、このカワイルカウエカに分類される。カワイルカは全。 クジラメの中で最も絶滅の危機に瀕している部類である。生息に適した環境の喪失、人間による捕獲、もともと多くない生息数などが絶滅の危機に瀕している主な原因である。多くの川イルカは視力が弱く、そのことも人間や人工物に出くわす可能性が高い原因となっている。一部のイルカは海水でも 淡水でも生息することが可能である。例えば、コビトイルカシテーリアフルビアティリスは、どちらの水であっても安定して生息することができる。しかしこれらのイルカは、カワイルカウエカには含まれない。1998年のライスによる分類、ライス98では、カワイルカと呼ばれているトガは4つあるが、カワイルカウエカプラトニストイデアとして現存するトガは、 カワイルカかプラトニスティデイのみであるとしている。またライスは、カワイルカかカワイル家族に属するのはインドカワイルカ・プラトニスタ・ガンジェティカ一種のみとしている。ライス以前の一般的な分類法ではカワイルカ・ウエカは4カで構成されるとしガンジスカワイルカ・プラトニスタ・ガンゲチアとインダスカワイルカ・プラトニスタ・マイナーをカワイルカかカワイル家族に属する別の種としている。日本語で カワイルカは、カワイルカと書かれるが、中国語で、カワイルカは、淡水イルカ、淡水豚あるいは、フグと書かれる。日本語で、フグはフグを意味する。http://www.plosone.org/.article/.info%3 <ッ>や度 1%2 回10.1371%ニフジャーナル、ボネ0083623。 ありがとうございます。